ちょっとやばいですよね。あの定食なんかでも衝撃の見た目ですけど。全然スイッチ入れてないから。いや、美味しいよ。美味しいけど、半端じゃない。食べられない。やっぱお刺身が美味しいんで。刺身以外のおかずとかも。が美味すぎて。漁師さんとかが取ったのを持ってきてもらったりとかします。鮮度がやっぱね、物言うんで。ちょっと入れてあげてください、もうちょっと。ありがとう。乗らないね。いや、もうやけよ、もう。思ったより多くて、予期せぬ本当フードファイトが始まったって感じで。その3枚に量多すぎ。ここはやばいですね、大盛りは。もう死ぬ気で食わないと食えないです。え、まさか見て山で、でもう本当も頭。終わったよ。ボリューム的にはね、ちょっとやっぱ多かったですね。1人前頼んで2人食べたらちょうどいい。おばちゃんが最初にコウモリでいいかって言ったっけ。ああね、普通でいいって言ったら普通がでかすぎてびっくりした。もういっぱいよ、パンパン。うん、ああ、ちょっと今、ね、腹いっぱいになったからね、うたくなりそう。1人前みたいですよ。量が何でも多いから。量が何でも多いですよ、ここ。じゃあ次は、あ、次また今度左、はい、これ出て左、はい、ここ出てこの、はい、その彼あれよ、はい、ネギありがとう。ネギやな、わけぎ、あ、わけぎ。それは私のじゃなくて50円もらう。あと払う。うちもただ本当大盛り中だけが売り感じで、そこそこの量なんで。何がやっぱ一番多いんですか。そうですね、どれも多いんですか。焼きそばとかちゃんぽんとか定食とかも、まあ、毎日鶏ガラは何キロぐらい使うんですか。うん、5キロぐらいは使うと思う。5キロぐらいだね。ごめん、前どっち行けんやったね。すいません、することが多いくね今。だっていつも一人やないって言ったやん。今一人やないで、前来てないで。自分のことしようかと思って。すいません。温めてきたっけ。どれ。ああ、まあありがとうございます。お米はね、毎日何合ぐらい炊くんですか。まあ大体2升ぐらい。2升ぐらい炊いたりしますね。消してもらっていい。はい。お願いします。はい。したらなほて、おったら何しとくかと思ったら自分とこで植えとるほて。はいはい。でそれが切れなかったらこうできたんだけど、切れじゃなほて。
新鮮野菜を煮物。新鮮野菜煮物でよ。して、あの何個か皿取れると思うよ。はい、今日おはぎ出ました。あの後のポスターが出たよ。あ、本当に、うん、仕事辞めたら。あ、ありがとうございます。今、あの、甘酒の。はい、今すぐ開けます。はい。量が多いじゃないですか、まずね。で、値段は安いかなというところと、飽きない味っていうんですかね、もう一回食ったらいいやっていうのはなくて、まあ、定期的に食べてみたいなっていう感じの味ですよね。昔ながらの味というか。味噌汁と、もずくとか入ってる？で、終わったら。ファイヤーな。全然スイッチ入れてないから、皆さん壊さないでください。大盛りもあります。これが普通の、これが普通の一軒前です。普通のがね、普通の店で頼んだら白身は OK。 はい、焼きそばです。はい、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 お待たせしました。
だから僕は小の方頼んだよ。だから間違えて毒手頼んだ。どうですこれ全部食べられそうですか。あ食べます。時間かかる。いつも何をご注文されてらっしゃる。まあ、大体焼きそばですかね。いやまあソース味ですよね。まあ昔からのまあソース焼きそばって感じですよね。なるほど。ボリューム多いですね。だから大盛りせんでよかったなっていう毎回思いますけど、大体そうですね、大盛りしてもらうんですけど、他のとこ行った時はですね、ここはやばいですね、大盛りは。もう死ぬ気で食わないと食えないです。はい。昭和ながらのね、懐かしい味、いいね。一度食べてみて。結構長いんですよね、こちら。そうよね、まあ結構長いかな。もう自分らが小さい時からあったから味はそのまま。だからあの一番いいのは変わらない味。やっぱ味がね均一してないとね、やっぱりあの自分らも通わない。急にね美味しくなったけど昔の味じゃないなっていう風に思うとね、もう来たくない。やっぱり昔ながらの味。これにつきます。はい、ダラーみたいな感じ。これ普通サイズです。今日はね、焼きうどんをあの食べさせていただきました。美味しかったです。ボリューム的にはね、ちょっとやっぱ多かったですね。あ、もう食べても食べても終わらないですね。美味しかったです、はい、意外とあっさりして食べやすかったです、まあ、思ったより多くて予期せぬ本当フードファイトが始まったって感じで。そうですよね、はい、あの持ち帰り、はい、ちょっと無理せず明日の朝ごはんにしようかなと。奥さんも今日何をご注文されたんですか。ちゃんぽん。ちゃんぽんってもしかして小じゃなくて普通サイズいきました。ショートがあったの。通常サイズ量いかがでした。いや、ね、びっくりした。結局食べれなくて私が全部食べました。そ、ね、その代わり焼きうどんは全部ちょっと食べれなくて。なるほどなるほど。ちゃんぽんは今日特大なんです。これは1人前食べるんで2人に食べたら食事。
いや、美味しいよ。美味しいけど、半端じゃない。食べられる。あ、ちゃんぽんも結構おすすめなんで、ここ。はい、美味しいですよ。ちゃんぽんもなんか普通サイズは結構でかいって聞いた。でかいですね、結構。女性子供はちょっときついかもわからないですね、やっぱり。クーラーがね、入れないから。ちゃんぽんお味はどうでした？美味しかったですよ。玉ねぎが甘くて昔の、うん、野菜のたちゃんぽん、たっぷりで野菜たっぷりで美味しかったです。一番上のちゃんぽん頼むと、はい、まだでかいのが来ますよ。あのすり鉢みたいな大きさですよ。本当にね、一回挑戦したわけです。来られたり。いや、初めて。本当初めて。そうなんですか。出てきた瞬間どうでした？いや、あの、他の人のを見てたら、あれ、特盛りなんだろうなと思ってたんですよ。まさか見て、山で。で、もう本当、食べても食べても、本当、どうしようと思って。どうしようと思いました。はい、お値段的にはどうでした？いやいや、もう本当に、もう良心的以上ですね。うん。お味もとってもいいし、優しいし。すいません、なしましょう。はい。シャンポン定食。シャンポンはミニと普通がありますけど、だからもうミニがこんぐらいと普通がこんぐらいなんで、サイズが好みが普通の方でいいです。はい。説明をしてくれる。
あっちで食べる？はいはい、わかったよ。ちゃんぽん定食美味しかったよ。うん、で大盛りでびっくりした。おばちゃんが最初に小盛りでいいかって言ったっけ、あいや普通でいいって言ったら普通がでかすぎてびっくりした。お腹の具合はいかがですか？もういっぱいよ、パンパン。うん、あ、大満足です。月に1回ぐらい来てるんだけどね、私はちゃんぽんの塩と、ちゃんぽんはね、もう出汁がね、美味しくて小さい割には相当ボリュームあって、味も良くて全部完食しました。お腹の具合いかがですか？いやいや、ちょっと今ね、腹いっぱいになったからね、痛くなりそうや。あれはとんかつですか？3枚とんかつ。まさか3枚に量多すぎ。1枚残したね。もったいない。もったいないね。うん、もったいないよ、あれは。それがね、今、食べる人が困る。ちょっとやばいですよね。定食なんかでもこんなカツが3つ乗ってるっていうね、衝撃の見た目ですけど。そうですよね。はい、なんかその辺でもう切ってあるのを。以外のおかずとかも以外が多すぎて刺身だけいいんですけど、考えられないぐらいの値段でとにかくお腹いっぱいなんで。漁師さんとかが取ったのを持ってきてもらったりとかします。いつもなんかその日取れたものなんですか？大体そうですね、鮮度がやっぱね、物言うんで、そういう風に。パイ割りも入れてない。パイ割りもちょっと入れてください。ちょっと野菜いっぱいになったんですけど。あ、いいです、野菜いっぱいで。はい、はい、どこあるの今日？あ、豆腐はどこ？そこに、あっちに置いてます。ここどれ？ごまが、ごまができんの。赤ちゃんも取ってこい。今日安いこのくらい。はい、そうだね。あ、どんぐらい入れるんですかこれって？あ、もうちょっと、もうちょっと、こんぐらい、もうちょっと、いや、ま、入れて、もう少し、はんはんはん、ちょっと入れてあげてください。もうちょっと、ありがとう。乗らないね。いや、もう、いや、もうそれでご飯だけついで。
刺身定食はお味いかがでしょう。マジでうまい。カスカルピンで刺身が美味しい。刺身いつも違うんですか。違いますよ、その日その日で。量も多いよ。ご飯は多いから半分以下にしてる。それでこういう煮物も全部その日その日で。このお店に何か通われる理由って何かあるんですか。美味しかった。美味しい。これって一人前なんですか。一人前みたいですよ。量が何でも多いから。量が何でも多いですよ、ここ。厳しいですよ ね食べれます。食べれます。男性もたる。焼き飯はお味どうなんですか。美味しいですよ。本当、昔ながら。Thank you.
この前なんかもうバイトがみんな休みだったんで、はい、この 2,3 日前に日曜私一人だったんですよ、はい、もうめちゃくちゃちょっと昼間バタバタするじゃないですか、はい、お客さんが注文聞いて出してくれたりとかもうめちゃくちゃでした全員お客様が手伝ったという手伝ってくれたんですか、はい、なんかそう聞かれて、いやいいよいいよもう手伝う注文聞いてくれねとかもうあんな状態でした野菜切る担当あの注文聞いてくる人皿洗う人もうみんなバラバラなんですよ私さそんな中野菜切る人もお客さんがやったんですか、はい、愚痴とか悩みとかこういう出来事とか私は多分作るだけ愛とか野望とかここには人間がいる人生には飲食店がいるサントリー